こんにちは、ミサトストリッチファームです。今日は11月22日、いい夫婦の日ということで、ダチョウの夫婦を撮っていこうと思います。さて、ダチョウは群れで暮らす鳥です。繁殖期にはさらに群れの中でオスとメスのペア、またはオス1羽にメス2羽のトリオを作ります。このように一夫多妻制ではありますが、半年から8ヶ月程度の繁殖期の中でよく交配する相手というのが決まっているようです。相手は数ヶ月で交代することがあったり、ワンシーズンずっと同じ相手だったりすることもあります。またダチョウのオスとメスの相性というのも重要です。基本的に穏やかなダチョウたちですが、相性が悪いとお互いを攻撃し合うこともあります。また相性がいい場合であっても、新しい相手に慣れて交配を始めるまでには1年くらい時間がかかります。こちらはペアのダチョウたちです。手前と奥のパドックにそれぞれいます。普段見ていて仲が良さそうだと感じるペアは、2羽で同じ行動をすることが多いです。休む時には近くで寄り添って座ったり、隣で餌を食べていても威嚇しなかったりなど、一緒に巣を整えるような行動も見られます。ダチョウの生態については情報が少なく、まだわからないことも多いです。動画を通じて皆さんと一緒にダチョウのことを学んでいけたらと思います。それでは今回もこの辺で終わります。